金星の日表通貨を観測、記録しているエレミア・ホロックスエレミア・ホロックスは、イギリスの天文学者。金星の日表通貨の最初の観測者である、ジュレマイア・ホロックスとも表記される、リバプール近くのトックステスに生まれた。豊かでない農夫の息子で、1632年に、ケンブリッジ大学、エマニュエル・カレッジに進むが、1635年に、 卒業することなく、大学を辞め、ランカシャー、プレストン近くのマッチフールの牧師となった。ケンブリッジで学んだ時代、ヨハネス・ケプラー、ティコブラーエなどの著書に親しんだ。フィリッペ・ファン・ランスベルゲの天文表が不正確であることを明らかにした。金星の日表通過の観測を複数の観測点で行えば、太陽までの距離を見積もることができると考え、 1639年11月24日、日表通貨の観測を行った。ホロックスはマッチフールで友人で協力者のウィリアム・クラブトリーはサルフォードで観測した。ホロックスは太陽までの距離を地球の直径の1万5000倍と見積もった。これを距離に換算すると約1億キロメートルで、これは現在知られている値の60%ほどの大きさの値であるが、 その時代までの最も正確な観測値であった。ホロックスの成果は、ビーナスインサブソーレビザとして1662年に、ヨハネス・ヘベリウスによって出版された。ホロックスは1641年休止した。22歳、または23歳であった。ABCDO コーナー、ジョン・ J、ロバートソン、エドマンド・ F、ジェレマイア・ホリックス。 マクテュター・ヒストリー・オブ・マスマティクス・アーカイブ、ユニバーシティ・オブ・ストリート・アンド・リューズ、2016年3月20日、閲覧。ABC&、レアウルフ、金星を追いかけて、矢オル役、角川書店、2012年、初版、38から281ページ。ISBN 978から4から04から11204から6。ありがとうございます。